みなさんこんこにちは旅プロカモチャンネルです今回のテーマは JR 常磐線の今年3月に再度開通した区間浪江から富岡の間になるんですけどもそこのこの途中の双葉駅で降りた時の話をしてみたいと思います行ってきたのは7月26日週末パスを使っての2日目ということになります よろしくお願いいたしますはいではまずこれは河北日報かなまあ新聞社あ、河北新報社の3月12日かなの時のだったかなその時の新聞になるんですけども3月11日ですかえっ、ー、とこの日まあ この周辺ですね、富岡町になるんですけども、こちらのところで、町内の帰宅期間困難区域の避難指示解除というのが先行解除されたという話のニュースが出ています。で、今回今、今までずっと普通になっていました、ここですね、浪江から富岡の間。 もちろん直接的な影響というのはこのすぐ近くにあります東京電力福島第一原発の放射能漏れの事故によるものというものと、まあ、あとはあの大地震による大きなまあ線路等の被害そういったものもありました両方のものが重なってでずっとこの区間が普通になっていたわけですけども、まあ、この2020年の3月14日に 全線で運行が再開されたということになります。とは言ったものの、じゃあ実際はどうなのかといったところですね、まあ、この辺りのところを、まあ、ちょっと不謹慎ではあるんですけども、興味も持ちながらということで、まあ、先行した特急列車で降りて、で、あ、えー、から来る普通列車まで、時間的には44分ほどなんですけども、 まあちょっと周辺を歩いてみようかなという、まあ、そんな感じで移動してきました。今、Google マップに出てますけどもで、双葉駅というのがこの辺りですね。で、ここから、まあ、ち,ちなみに福島第一原発がこの場所になります。で、えー、と最寄りの駅になりますと、まあ、この双葉の駅か、もしくはこちらの大野駅か、まあ、どちらかという感じです。 まあ、いずれにしても常磐線の車窓からこれを見るあの、福島原発を見ることはもちろんできません。まあ、当初はこの駅の近くに一応車を借りるスペースがあったものですから、それで借りようかと思ったんですけど、まあ、平日ですと15分200円というのがあるんですが、えー、土曜、休日の場合ですと、東の、えー、3800円だったかな。 っていうふうになってましたので、まあ、そんな長い時間いるわけではないので、ということで、まあ、それは使わなかったということです。じゃあ、あ実際どうだったかというのを写真で見ていきたいと思います。で、東急日立で、で、双葉の駅に降りまして、まあ、降りたのは私一人でした。で、まあ、無人の改札のところを行きますと、まあ、早速ここに放射能の ここは室内ということもありますので0.085マイクロシーベルトという非常に低い値になっています。でまあ、駅を出ますと早速立ち寄られる方へということで、まあ、注意書き云々が出ています。まあ、駅の周辺ですね、まあ、線路を中心とするごくごく一部のところがまあ解除されたということになっています。 ですので、そこのところの立ち入りの制約等はありません。通常の服装で問題もありませんと出てます。まあ、立ち入り規制緩和地域のところもいいんですが、長時間の滞在を控えるということ。で、必要に応じ長袖、長ズボン、マスク等の着用をしてくださいと。もちろん宿泊はできませんと。と立ち入り制限のところに当て続きなしで立ち入ってはいけませんよということ。あとは、 空間放射線量率というものについては放射線量マップを参照、あとは個人用に線量計を貸し出しを行っていますといったものがあります。まあ、もちろんあの他人の敷地内、家屋、建物等の内部に侵入すると罪が問われますと、まあ、いうものがあります。まあ、もちろんそういうところを十分注意してという話になるわけです。 でえー、とこちらの方がそのマップになります。といったもの、まあ、あんまりよくは分からないというのが現実的です、まあ。ほとんどどこへ行けばいいのかさっぱり分からないぐらいな、まあ、そんな感じではありました、まあ。とりあえず駅を降りてみまして、でこれが先ほど言ったまあホンダなんですけども、のホンダの車を 借りるスペースというのがありました。一応、どうも2台あるみたいですね。で、とりあえずあてなく歩いて、まあ、国道6号線の方向に向かってですね、東に向かって歩いていきました。まあ、この辺りは建物自体はそれほど地震の影響ないのかなと思いつつも、やっぱり屋根のところは多少影響を受けているみたいですね。まあ、この辺りとかちょっと倒れてたりとかいうものがあります。 で歩いてますと、やはり同じように、まあ、これは多分青春女子切符等で来られた方かなと思うんですけども、まあ、カメラ持って、同じように撮影をしている方等も何人かとすれ違っていきました。でやっぱ建物を見てみますと、屋根のところの痛みがあったりとかっていうのがちょっと見られます。 でやっぱりあとはそうです、ね、草が結構飲み放題になってるなとかいったものが感じられましたね。で、あとは当然のごとく人の気配っていうのがほとんどしないと。ただ、県道、あ国道6号線については結構通ってる車両が多いなという、まあ、それは感じました。と、これが厚生病院のところですかね、双葉厚生病院のところになります。 まあやっぱどうも草伸び放題だなとか、まあ、周辺の家のところとかも見てみますと、うん、やっぱ草が伸び放題になっているなとか、まあ、一部は本当に窓とかが割れちゃってるなとかいうところも見られましたでこれが先ほど表紙にしたところですけどもまあこういうところも本当に9年間 ずっと時間が止まったまんまなのかななんていうふうに思いました。さすがに時計とかはないんですけどね。で、これは途中のところです。県道かなんかになるんですけど、ここのところに、まあ、慰霊碑も、まあ、非常にちっちゃいんですけども、置かれていました。で、これは国道6号線沿いのところで、何か所かあのガソリンスタンドがあるんですけども、まあ、当然こういうところも動いていません。 ですので、まあ、車両自体も本当に何もすることなく、ただ単にもう走り抜けていくという感じですね。で、これが途中のところで、こういう線量計を貸し出しっていうのが、まあ、これは実は後で気づいたので、借りて、借りてから行けばよかったなとも思っていました。ただ、平日しか借りられなかったかもしれないです。で、駅の近くの道路。 道道路といいか道を歩いたりしていきますで、えっ、ー、と、中高、えっ、ー、と、古選橋みたいなところがありましたので、それの上のところに登っての、見てみます。まあ、常磐線、この辺り、単線になってまして、でも、当然、レール、路盤も含めて全部作り直したという感じのものが見られます。 でまあ、大写しにして、えー、と望遠で撮ってみたりすると、これは町営住宅の跡地のところですかね。これは駅舎のところです。まあ、かつては行き違いができるようになっていたんでしょうけども、今は単線になっていますで。これは先ほどの厚生病院側の方へ向けて、ちょっと望遠で撮ってみました。 まあこうやって見る限りはまあ普通なんですけども、当然人が誰もいないということになります。でまあ、よく見るとやっぱり屋根のところに修理している跡っていうのがちょっと見られます。で、えー、これは奥の方が多分小学校かなんかだと思うんですけども、まあ、途中のところに、こう、至るところにこういう除染でしょうね。除染で積まれた土がこういう感じで まあそれを今もうちょっと広角にしてみたところなんですけども当然この多くのところには家とかもありますがもちろん住んでる人は誰もいないですで駅の中はまあ一応人で駅の中も人の気配全然なかったんですけども一応待ち合いスペースみたいなものは先行的に作られてはいます ただ、やっぱ土日とかで誰もいないっていうことになると、うーん、本当にどうなるんだろうな、なんていうふうに思わざるを得ない感じでした。まあ、列車はだいたいこのくらい止まってます。ですね、1時間に1本くらいは、まあ、開くときは2時間に1本くらいですけども、まあ、そういう感じで列車が通ってきます。 でまあ、再び同じようなやっぱり何ていうのかもう3月12日ですかね原発の事故があったのが、まあ、それですぐ避難命令が出てで、まあ、本当にそのまんまの状態で逃げたのかなっていう、まあ、本当そういう感じが見て取れます。 で、まあ、走行していくうちに、普通列車がやってきました。これは5両編成ですけれども、精神18ップで乗っている方がまあ多くいまして、まあ、ここで降りる人も少しいましたし、まあ、ここから、ここでやっぱり18キップで来て、で、それで折り返していく人かなと思われる人もいました。まあ、中には、自転車とかを持って、で、途中の駅で降りて乗っていくような人もいたりしましたね。 これが先ほどの大野の駅です。やっぱりこちらのところも家はもう放置されたままという、そんな感じを印象を持ちます。で、まあ、海岸に近いところとかですと本当に何にもなくなってしまって、まあ、工事車両がただ動いているっていう、まあ、そんな雰囲気になっていました。 まあ、特にその影響が大きかったのが富岡の駅ですね。ここのところではやっぱ工事関係者の人が乗ったりとかいうことがありました。で、まあ、これはもうすで、あのー、に走ってる区間ですね。土地の J ビレッジの駅になります。で、これで久野浜方面に出てきまして。 で、水戸に着いたと、えー、水戸じゃなくて、いわきの駅に着きましたという感じです。まあ、流れとしてはそういう感じなんですけども、実際に歩いたところというのは、まあ、大体この双葉駅の周辺で、ここから国道6号を越えて、まあ、大体このくらいですね、500メートル範囲ぐらいのところを歩いた感じです。で 現状ですけども、これはまあいろんなところでホームページ出してますけども、えー、一応こちらは国のホームページになってます。まあ、福島で、えー、と放射能で、まあ、調べるとで結構出てきますけども、これは現時点でのですから10分間隔ぐらいで実際出せるんですけども、えー、とその各地の放射線量というのが見られるようになっています。 先ほど歩いたところのところを見てみますと、例えば双葉駅の周辺ですと、まあ現状ですと0.323マイクロシーベルトというふうになってます。で、歩いてたところをちょっと見たりしてみますと、先ほどの厚生病院の奥側のところですね、まあちょっと奥、奥になってますけども、こういうところですともう1.382マイクロシーベルトということで、まあそこそこの線量があります。 まあ、それ以外のところで行きますと、まあ、大体0.5マイクロシーベルトよりも下回ってるところも多いんですけども、中にはちょっと超えてるようなところもあります。でここのところは0.5マイクロシーベルトありました。ここは国道6号線のところですね。自分も通ってきた場所ですね。という感じで、まあ、結構、 そうですねそれほどの量ではないんですけども、まあ、多少高いところもあったりします。ですので、まあ、という除染土、除のされた土とかがある近くだと、もうちょっと数値が大きいのかななんて、まあ、そんなことも感じました。で、実際のところですけども、まあ、もうちょっとこれ拡大してみたほうがいいですかね。よいしょ。拡大じゃない、縮小ですね。 ま広げていきまして、えっ、ー、と、熊町かな。で、常磐線のところ自体、まあ、あの列車は窓が開かないので、特にどうこうはないとは思うんですけども、ただ実際問題、この常磐線走ってる途中なんですけども、ここの場所かな。ここの場所が、まあ、実は今、 毎回見ても高いところにあるんですけども、常に7マイクロシーベルトぐらいの数値を実は出しています。まあ、当然ここは入れないんでしょうけども、まあ、ただ、国道6号線で入っていきますし、まあ、常磐線でも通ることもできますよと。で、現実問題、今、工事関係以外の人が来たところで何にもやることもないかなという、 感じがしますので、まあ個人的な意見を言うのであればやはりまだこの区間については通貨扱いでいいんじゃないかななんて思います。それこそ工事関係者の方がいれば、まあ、車掌さんが立ち会いのもと箇所だけドアを開けて乗り降りができるとか、まあ、そういうような感じでもいいんじゃないかなというふうにこれは正直思いました。というのもまだ正直安全 というものが確立されてないんじゃないかななんてまあ、ちょっと邪推なんですけどもそういうところを思ったりもしますいやというのはやっぱりその線量放射線量がそこそこやっぱあるということですね、うん、ということとやっぱり積極的に人が来ていないというところがあります まあそれこそ行政の方はいろろなものを出して、まあ、復興プランみたいなのは出しているみたいなんですけども、ただそれに応じた人の動きっていうのがやっぱないというところがありますので、うんちょっとこのあたりは今後どうなっていくのかなというのは、まあ、ある意味注目というか注視していきたいなというふうに思いました。まあ、そういうことを思わざるを、思わざるを得なかったというか、そういうことを強く感じた この双葉駅の周辺の歩いてみた感想でありましたでは短いですけれどもこの辺りで終わりにしたいと思いますご静聴ありがとうございました